ずっと配信できてないなと思ってしようと思ったんですけど、今日はなんかメイクしてなくて稽古だったんだけど、で帰ったら配信しようと思ったら雨降ってて、雨濡れちゃったから、じゃあお風呂上がりに配信しようと思ってお風呂上がっちゃったんだけど、ちょっとだけ髪の毛をアイロンとかしました。なんかはずい、やっほー。最近は毎日稽古してます。もう本番がね23からだから、今日16でしょ、7、8、9、10、11、12、13、おー、ちょうど1週間後だ。ちょうど1週間後ですね。ちょうど1週間後で稽古が残り4日です。やばい、だってまだ稽古4回ぐらいしかしてないんですけど、すごいね。ドラマとかの撮影もあったのでバタバタと迫ってきて、気がつけば本番だよ。で今回はミュージカルなので歌とかダンスもたくさんあって、頑張ってますみんなで。すごい、なんか降ってる、秋の葉っぱ。あ、でドラマの方、ツイッタードラマなんですけど、それももう今日が4話かな、一昨日ぐらいから公開されて、1話完結のものが毎日上がっていくんですけど、27日までかな、毎日毎晩1話ずつ上がっていきます。今日のね、第4話は私は出てないんだよ、お休み会。昨日までとかは出てるんですけど、私が演じるのはミオ、坂下ミオちゃん。あだ名が死神って呼ばれてた過去がある女の子です。死神、まだね4話とかじゃね、ミオちゃんの何ミオらしさみたいなのがまだなんだけど、これからどんどん出てくので楽しみにしててください。舞台来てくれる方とかはこれ見てくれたら、舞台ももっと一人一人のキャラクターを分かって楽しんで見れると思うので、なんか同時進行って面白いよね、ドラマ見ながら。しかも実はちょっと舞台本番中はドラマとリンクじゃないけど、そういうのもあったりしていろんな工夫がされてるので楽しみにしててください。なんて言うんだろうね、なんて言うんだろうね、でもあるよね、なんかドラマと別に Hulu であり違うストーリーやりますみたいな、そういう感じなのかな。イメージ的には。でもすごい、え、かわいい、リスが走ってる、かわいい。そう、スピンオフ的なね。なんかツイッターなので2分ちょいとかの動画だし見やすいと思うので、ぜひ見てください。何度でも
アジフライね、昨日はアジフライの回めっちゃ美味しそうだったね。 SE が良かった、なんかサクサクみたいな。もうあざといあざとい SE でしたね。もうあからさまな、なんて言うんだっけ、 ASMR 的なね、美味しそうな音をすごいしてたね。めっちゃ葉っぱ降ってくる。まだ紅葉してないよね、世の中。早く紅葉してほしいな。あ、そう、そのオーロラソースだったの。私は、私が演じるミオちゃんはアジフライはケチャマヨで食べる派だったらしくて、でそのケチャマヨでアジフライを食べるシーン撮るのはなんと一発 OK でした。一発 OK だってよ、食べるシーン。嬉しかった。だからケチャマヨでアジフライ食べるのもその時が初めてだったから緊張したの。え、もしまずかったら美味しい顔できないかもと思ったんだけど、美味しくて美味しい顔できた。あとその実はドラマって舞台みたいに稽古がないので、こんな感じでお芝居しますっていうのをみんなでやって、はい、じゃあどういう風に撮るかカメラさんたちで演出で相談して、はい、じゃあカメラテストします、はい本番で本番何度かやってっていうのを繰り返すんだけど、その最後に私が食べ終わった後にオーロラソースのお皿をみんなに食べるみたいないうのは台本になくて、でも私がそのリハーサルの時にこうやってたらすごいいいねみたいな笑ってくれて、で実際にそれも映像で使われてたので嬉しいって思いました。なんか自分の提案、台本にない提案が使われたっていうのが、しかもそれがオチになってたのでよしって嬉しかった。っていう話。その後ご飯の時間でちょうどみんなでアジフライいろんなのつけて食べましたよ。ポン酢とか美味しかったな。ポン酢ってほんと何でも美味しいね。に向かって演技するの難しかった？いや、なんか逆に舞台はお客さんが目の前にいるから客席に見えるように体の向きとかリアクションとかなんかそういうのを意識してやらなきゃいけないんだけど、逆にカメラはいろんなアングルから撮ってもらうから、そういうどこを正面とか意識しないでできるのがなんか良かったな、良かったなっていうか、それがちょっと楽な感じかなって思ったよ。ちょっと難しいね。そのドラマの脚本書いてる方と舞台の脚本書いてる方が違うので、ね、ちょっとドラマの役のイメージと舞台の台本の感じがちょっとそれぞれ違ったりして、まあ、基本的には一緒なんだけど、それが脚本家の方が違ったりするのがねちょっとね難しかったな。
袖寒くないってコメントさっきあった。なんか寒くない、除湿器つけてて、除湿器って熱い風が出てくるんですよ、だから熱くないのかな。髪なんか伸びたよね、髪の毛伸びるの早いな。最近料理作った？料理という料理と言っていいのか分かんないけど、ゆで卵と味噌汁は毎日作っ、毎日2日に1回ぐらい作ってます。今日は午前中にほうれん草と豆腐とネギのお味噌汁作った。ゆで卵もなんか私時間とか測らないで適当に作っちゃうんだけど、だから毎回その自分の適当具合で半熟加減が変わってくるんだけど、今回はめっちゃいい半熟で美味しい、食べ終わっちゃったけど、また作んなきゃ。ゆで卵みおちゃん本当に愛くるしい、嬉しい、いっぱい見てね。お風呂上がりも、なんかさ、ごめんWi-Fi でね、 iPad で Wi-Fi でやってたんだけど、なんか Wi-Fi がおかしくなっちゃったみたいで、 Wi-Fi 切ったら携帯でもできた。なんか最近 Wi-Fi うまくいかないんだよな。そして携帯だから広角で顔がちっちゃく見える。え、めっちゃ遠い、遠く感じるね。え、 Wi-Fi、Wi-Fi 頑張って。嘘、Wi-Fi ダメって、嘘。なんで？ Wi-Fi がダメなんですよね。まあでも今 4G?4G? で携帯でできてるのでいっか、とりあえずは。ショールーム終わった頃に Wi-Fi 復活してますように。ちょっと移動しようかな。あ、ちょっと斜めになっちゃうけどいいかな。何の話だっけ。あ、前髪か、まあいいか。あ、そうだよね、そもそも電波がさ、電波が最近調子良くないんだよね、ドコモさんなんで。あ、治ったかも、治ったっぽいぞ。あ、治った。何だったんだ一瞬の。 Wi-Fi 治ったので、まあ、いっか、携帯でつなげよう。ちょっと待ってね、 Wi-Fi つなげていい？お、できた。今 Wi-Fi つなげました。なんか黄色くない？照明か。なんか755のコメントを返そうと思ってたのにさ、 iPad、 どうしよう、何喋ろう。そう、私だから今日ショールーム配信しようかなと思ってたから、昨日の夜寝て今日起きるじゃん。その間の夢でね、ショールームしてる夢見たので、ショールームしてる夢見て、でなんかコメントじゃないじゃない、最後ランキング読まなきゃなのに、ランキングのなんか
並び、ショールームがなんかアップデートみたいになっちゃって、ランキングの並びがねよく分かんなくて、何これってなって、一生ランキング読めないってなって、なんかすごいねどうしようってなった夢見た。でなんか最後に、あそうじゃんこの壇上読めばいいんじゃんってなって終わったんだけど、すごいオチのある夢を見た。ちゃんと本当になんかいつもねこのランキングを見れるボタンがあるんですよ。でそこ見たら1位か100位ぐらいまでだーってなってるんだけど、なんかそれのなんか1位とか2位とかじゃないのにランキングみたいになんか出てきちゃって、もうどれってなってなんか悩んだ夢見たんだけど、夢でした。めっちゃすごい悪夢だった。結構焦っちゃってうん、夢でよかったです。思い出した今、夢だったって。先週は久しぶりの話し会だったね。いい振りだね。そう久しぶりだったよね。半年ぶりぐらいだったらしいよ。私もねすごい久しぶりだなって思ったの。そしたら半年ぶりって、そりゃね感動するよ。お話できたら。なんか嬉しかったやっぱり。なんかなんか忘れられてないんだなって気づけるお話し会。なんかやっぱりさ、会える期間、違う、会える機会がなくなってきちゃってるから、ライブとか舞台とか来てもらえてもなんかこう一対一で話せないじゃないですか。だからお話し会とかで来てくれると、あ忘れてなかったんだって安心したりします。嬉しい。だからえ久しぶりとか言うと、え覚えててくれたのってすごいみんな言ってくれるけど、いやこっちのセリフだよって私は思うけど、みんなもそう思ってるってことだよねこちらは簡単に忘れませんよっていう。でもやっぱ忘れないとしても推し編とかさ、まあお話し会いいかって思っちゃうぐらいに、なんか言い方悪いけどお話し会今回はマリアはいいかなみたいなになっちゃったりとかするわけじゃん。そうじゃないっていう意味で、ああありがとうってなっちゃう。本当嬉しいって。本当ありがとうね、みんなお話し会来てくれて。むしろマリアのみ、嘘、嬉しい。そんなありがとうな。もうなんかなんとなくいつも来てくれる方とかは部屋の感じとかなんか覚えちゃってるしねあー出たその壁とか、あまたその後ろにあれがあるとかなんとなく覚えてきちゃうよね。斜め気になるよね。ね、斜めのとこに今置いちゃってんだよね。ここに指を挟んだらちょうど、指じゃやだから、これだ、ノートを挟めば。おー、次は10月、いやだっけ、おーすごいすごい、
10月だっけ次のお話し会。10月、いや今10月だよ。11月の最初ぐらいにやりましたよね多分。3日だって。11月3日楽しみ。ぜひショータイム、ザショータイムとかの感想を聞かせてください。で11月の後半の方はぜひ11月のやる舞台のキスミーユーの感想を聞かせてください。なんかそういう意味で11月がおすすめだよって言ってました。その舞台とかミュージカルがあるのでその感想を話せるっていう意味で11月おすすめって言ってたので、楽しみ。クリスマスとかもですよね。クリスマスとかもお話し会だよね。結構毎月のようにありますよねこれから。嬉しい。でもまた半年とか空いちゃうのかな。やだよね、開かないようにしたい。12月3回もある。3回。嘘。話題提供できるかしら大丈夫かな。まだ解禁されてない情報とかあるんですか。うん、あるっちゃあるんだけど、それは本当にいつ解禁になるかわからないから、もう忘れたくないけど忘れた方が楽かなって思ってるので、忘れわかんないんだよね。あれどうなったんだろうね。みんなに聞くのも変だけど、8の日でさ、私がなんか優勝してさ、48タイムズソログラビアおめでとうみたいな、なんか景品もらった記憶はあるんですけど、あれは夢かな。あれは夢ですか。もう2ヶ月経ちましたけども、あれは夢だったのかなって思ってるよ。自分から聞けないしね、あれどうなりましたかとか、なんか聞けないしな私だったからこんな話なしみたいにされてんのかなと思って、違うメンバーだったらさ、あ早く撮りたいみたいになるかもしれないけど、私だったから清水かよみたいになっちゃってたらどうしようとか思っちゃうんだよね。ネガティブなところが出てきちゃうけど、まあそんなひどい人はいないと思うんですけど、勝手にそうやって思っちゃうの。そんなことないと思うよ。そんな厳しい大人はいないと思うけど、勝手にそう思ってしまう。私はそういう人なんですよ。思いたくないのに。どうなったんだろう。思い出して。どういうのがいいですかね全然撮影の予定とかないですけど、まあ、いつか思い出した頃にその48タイムさんが撮ってくれるとなったら、どういうのがいいですかねまあいつになるか分かんないですけれども、もう考えるだけはいいじゃん。考えようぜ。
沖縄いいね、南の島いいね、いいね、勝手に企画立てちゃう、東京カレンダーの表紙みたいな、いいね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 、美味しいもの食べさせてもらって、肉の名店みたいな書いてあって、なんかお酒持って黒いお店で東京カレンダー、ボラカイトやばめっちゃ本気出してくれてるじゃん。コート取りに行こう、確かにボラカイ島にコート取りに行くっていうね、お嫁さんナンバーワンだから、あエプロンみたいな、料理してますみたいなね、食べるのがいいな、食べたいだけっていう、なんか綺麗に、綺麗なのがいいな、綺麗っぽく撮ってほしいな、ざっくりだけど、思い出してください、お願いします、カッポカッポ持ってるよ、カッポここでアピールしてどうするんだっけ、カッポカッポーカッポー、あれカッポーどこ、カッポーシールどこ、まあるんですけど、まあありますあります、あるよちゃんと、カッポーあるよちゃんとね、マリアはどんなのが撮りたいの？なんか綺麗綺麗に、あ、マリアこういう感じなの？いいじゃんって、なんか私はまだあまり知らない人に知ってもらえるように、意外、すごいめっちゃいいじゃん綺麗みたいに思ってもらえるようなやつがいい。ざっくりすぎて、夢見えるでマリアちゃん楽しそうに映ってたよ、あ、YouTube? YouTube ね、エイトのことをね YouTube にやってくれたんだよね、見よ感動しそう、すごいよね、動画撮ってさ編集してさ、本当すごい、てる、あ、ハニワハニワニワニワ、音源かいつですか、見てくれたんですか、ね、みんな見てくれてありがとう、ぐんまちゃん、ハニワハニワニワニワ3人、ハニワハニワニワニワどうじゃお、私あれ撮ったのはもう去年、もうほぼ1年前ぐらいなんです、実は12月とかだった気がするんですけど、それでもこの歌がこんなにも離れないぐらい中毒性のある曲ですよね、埴輪の三人道場の歌、
忘れたと思ったらすぐ思い出します。あの歌は「はにわはにわにわにわ」どうぞノンって名前似合ってる。そう、本当？なんで？似合うとか、なんでだろう。ののっぽいのかな。もう確かに丸いからかな。私今ののみたいな形してるもん絶対。こっち？もうのほぼのだよね形が。でもねすごい緊張したんだよあれ撮るの。もうだって自分たちが撮る前控え室で結構時間が押しちゃって控え室で待ち時間が多かったんだけど、その時声優さんたちが撮ってるのがちょうど聞こえたり画面で見れたりして、プロの技をずっと見ててやばーと思って、すげーって、どうするみたいな、私たち大丈夫かなとか言って不安で行ったらすごいあっという間に終わっちゃってめっちゃ緊張した。でもすごい素敵な経験をさせてもらいました。曲ももらったし、もらったっていうわけではないですけど、あ、待ってて今見せるね。これかな、あったあった、うん、あーかわいい、これは誰にあげよう。じゃん、ぐんまちゃん、そしてこちらがじゃーん、三人道場の清水マリア。すごくない？名刺たくさんもらったの。どうしよう、こんなたくさんもらっちゃって。すごいでしょ、かわいすぎる。自分の名前入ってるし配りたいけどさ、どうやって配るの、数にも限りがある。ほらやば、すごいでしょ。どうしよう、まず誰にあげよう。このさ、ぐんまちゃんって文字も超かわいいよね。まず自分でしょ、自分に2枚で家族でしょ、でなんか友達でしょ、で仕事でなんか場を和ませたい時に配るでしょ、で久しぶりに会った時のなんか学校の先生とかに渡したいでしょ、あばあちゃんとかにも渡したいでしょ。まあそうね、半分ぐらいは渡せるよ。すごくない？本当にこれ嬉しいの。場を和ませたいとき私結構名刺使う。なんかあの群馬特使の名刺もあるんだけど、なんか名刺配ってすごいみたいになってなんか使います、たまに。あ、朝名刺持ってんだみたいになるから。でもこれは名刺というよりも宝物。すごいでしょ、自慢やっとできたよ。私が今マイ何エコバッグ、スーパーとかで使ってるバッグもぐんまちゃんです。これと一緒にもらったものです。っていう自慢でした。
10時28分もうちょっとで美味しいよ。今日何時寝の？間違えた。何時だろう。でも映画見たいなと思ってて、でもこっから映画見たら遅くなっちゃうんだよなっていうのを毎日やってる。映画見たいな、今日こそ見ようと思って帰ってきて、お風呂入ったり台本読んだりいろいろ準備して、よし見るぞってなった時には11時過ぎちゃってるから、こっから2時間の映画見たら寝るの2時とかになっちゃうよな。じゃあ TVer でバラエティ見ようってなって、もう2週間ぐらい経ってる。わかる？あるよね。だからって言って早起きしてまで仕事前に見る気にはなれないんですよ。寝たいじゃん。だからやっぱお休みの日がいいな。あ、私がね、すごい自分の話ばっかりしてごめんなさい。まあ、自分の話するしかないか。でもすごい自分の話ばっかりしてる気がする。いいんだっけ、こういうもんだよね。なんかいいんだよね。あのね、私が今までで好きなドラマって結構あるんだけど、その中でも好きなのがやっぱり N のためにとかリバースとか夜行観覧車とかが好きなので、それは全部みなとかのえさんの原作なんだけど、今始まったドラマで原作湊かなえさんではないんだけど、 N のためにとかリバースとか夜行観覧車のチーム、演出とか脚本とかプロデューサーのそのチームが作ってるドラマが始まったんですよ、最愛っていう。でもなんか予告とか見る限りめっちゃ N のためにみたいで、私の好きなやつだと思って、でも湊かなえさんじゃないんだって思ったんだけど、もう同じチームが作ってるの絶対面白いの。だから録画したんだけど、なんか私その N のためにとか見てた時って本当にね、毎週毎週楽しみすぎてね、その曜日が待ち遠しくって、もう嫌だったの、早く金曜になって早く金曜になってって毎日思ってたぐらいすごい好きだったのね。だからそういううずうずにならないために、なんかある程度録画してから一気見しようかなっていう思ってて、まだ1話見てない。もうさ、待ち遠しくなっちゃうじゃん。もう早く来てよってなっちゃって待ち遠しくて、もう来週どうなっちゃうのっていう、なんかモヤモヤになるから、まあいいモヤモヤなんだけど、だから貯めてみようかなと思ってる。あとちょっと怖いじゃないですか。ちょっと怖いじゃん、人間怖くなるような話だから、なんか忙しい時に見ない方がいいかなと思ってめっちゃ楽しみ、早く見たい、まあ、いつでも見れるんだけど、でも本当に N のために好きなので、昨日もね、N のためにがトレンドに入ってて、ツイッターの。だってさ、 N のためにがテレビでやってるわけじゃないのに N のためにがトレンド入るってすごいじゃん。ファンがいっぱいいるんだなと思って、なんかそのトレンドで入ってたからポチって押したら N のためにのツイートがいっぱい出てきて、全部にいいねしたくなっちゃった。本当に仲間だと思って。いいよね、 N のために。本もいいです。めっちゃ喋っちゃってるよね今ね。でさ、 N のためにって学生時代から始まって大人になってみたいな、で受験しててみたいな感じなんだけど、昨日一瞬だけ見たら学生っぽくて、わーって思った。なんか学生でっぽい感じで、なんか爽やかな音が流れてて、わ、しかも三石さん出てるから、え、お父さんって思っちゃって、すごいね、 N のためにを思い出しちゃって感動してた一人で。
それを今初めて口に出したからなんかめっちゃ興奮しちゃってる。こんな止まらないもんなんだね、好きなもの話すときって。お話し会エナのために語りに来て、え、来て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 、話足りなくなっちゃうけど、マジでいいよね、本当に好きなんだよね。だからね、高いタワーマンションとか見ると、うわエヌって思うの。わかるかなこの気持ち。わーってエヌのためにだーって思っちゃうの。わかるかな。あとね、シャーペンのカチカチとかさ、将棋とかさ、なんだっけ、な、野望ノートみたいなね、石油王とか聞くだけでわっ N ってなる。どういうドラマなん？難しい。サスペンスって言ったらサスペンスだし、ミステリーって言ったらミステリーだし、ラブストーリーって言ったらラブストーリーだし、家族の話って言ったら家族の話だし、でも N、 ほんと N の話だよね、マジで。 N のためになのよ全部が。人の名前も N ついてるし、住んでる家むつみ、あ、野原荘も N だし、 N なのよ全てが。どれなんよじゃない、 N なの。もう見てよ、ハマること間違いなしだから。本でもいいし、いやでもね、ドラマ見てから本読んだからいろいろ想像しやすかったんだよな。すごい語っちゃった、聞いてくれてありがとう。サブスクじゃ見れないんだよ多分、 DVD かな。あ、 M じゃない、 N、 N です、 N。 みんな N ついてるから、誰がどの N がどの N を持ってるとか、そういうのもいいんだよね。あー今この行動はあの N への行動なのかってなっちゃうの。これ見た方はわかるでしょ、あーっていうさ、わかるかな。なんかないのかな、 N のために同好会みたいな。語りに行きたいわ。ね、M じゃない、 N 何ぬ、あ、Hulu にあるんだ、 Hulu にあるってめっちゃいいよ、ちょっと怖いけど。そう、主題歌がいいの。そう、今でもなんか雨の日とか歌っちゃう、なんかズドンとした日とか流れてくる頭に。主題歌がいいんだよね、入るタイミングとかいいんだよね。入るタイミング毎回違うの、後半に流れたり前半に流れたりとか、めっちゃいいんだよ。主題歌は家入レオさんです。シリすごい喋っちゃった。一番好きかも。一番かな。皆さんが一番好きなドラマ何ですか？でも最近だと俺の家の話とかよかった。めっちゃ泣いたな。あと大恋愛とか。大恋愛つらかったな。毎回見るの。
でも結構楽屋とかでもドラマの話で盛り上がる。昔のドラマとか、あ懐かしいって。花壇ね、再放送だな、見てたの。イカゲーム流行ってるよね。怖そうだから見てない。キッズ王ってなんだっけ、やば、懐かしそう。キッズ王なんかあれ、私あれあったよね、大好き五つ子とかぶってる今。池袋ウエストゲートパーク、それ私ね最近見た。アンフェアもね好きだよ、2回ぐらい見たよ。アンフェアいいよね、そういう系が好きなのかも。僕たちがやりました。あ、最近のか。途中まで見たかな。マイボスマイヒーロー懐かしい。ビーチボーイズ、え懐かしい。あれなんとかボーイズって多かったよね当時。ファイヤーボーイズとかもなかった。ドクター X、 え私失敗しないので、あやねちゃんが好きって言ってたな。3年 A 組はさ、まさに今の時代に向けてだったよね。メッセージ性が今だった。ウォーターボーイズ、ウォーターボーイズだ。ファイヤーボーイズってなかった？なんか消防士の話、なんかなんとかボーイズが流行ってんだなって思ってたの。プロポーズ大作戦、あの主題歌今でも聞くよ。私今あれって思ってたやつが忘れちゃった。なんだっけ、何言おうとしたんだっけ。なんだっけなんだっけなんだっけ。愛してたって秘密あるも見てたよ、見てた。面白かったよね、マジで。最終回まですごいドキドキ止まんなかった。あ、カルテット、私ね自分がコロナになっちゃった時見たんだけど超面白かった。さすがでした、本当に。ストロベリーナイト見た。あれ映画だっけ、ドラマだったっけ。わあ、なんだっけ今ね、あれって思ってるね、ドラマがあったんだけどね忘れちゃった。なんだっけなんだっけ。スペック、スペックも見たよ。よいしょ。あ、ルーキーズ、ルーキーズもうね本当に大人になった今見るからの良さがある。ルーキーズもねうえってなるぐらい泣いた。ルーキーズやばいよね、昔見た時と違うもんか今見ると。あ、海猿は、海猿、私の大好きな海猿、海上保安官になろうかとまで思った。海猿いいよね、海猿っていう文字が出る時のさ、この海、水中からの空のなんかあの綺麗な感じとかすごい好きだった。海猿いいよね。映画も全部見た。海なし県、うん、海ないから憧れたってのもあるよ絶対に。誕
純すぎるでしょ、子供じゃないんだから。子供だったんだってその時、中1とかだもん中1は子供でしょ。うわ海上保安官になりたいって思うよね、中1だったら。ライアーゲーム、あ見たことないんだよな、見よう見よう思って。ランチの女王、それが言いたかった。今すごい聞こえちゃったね、ごめんなさい。ランチの女王を言いたかったんです、私。そうなんか再放送で何回も見たことある気がするんだよね、ランチの女王、オムライスのうん、好きだった。いいよね。あともう一個今思い出したけど今忘れちゃった、なんだっけ、今なんだっけ、なんだっけ、なんでこんなすぐに忘れちゃうんだ。なんだっけなんだっけ、今ね思い出したんだけどね、なんだっけなんだっけ、あ、流星の絆、それ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 、すごい当ててくれる人がいる、すごいね。そう流星の絆も大好きだった。やっぱそういう系が好きなのかも、何か事件があってその事件に対して1話からずっと続いていくんだけど、その事件の周りにある人間関係とかをなんか掘っていくドラマが好きみたいです、私は。そうだから N のためにとか流星の絆とかが好き。すごいいいよね、ドラマの話っていいよね。懐かしいのいっぱいあるね。マリアちゃんと好み一緒すぎて一生語れそう、いいね、朝まで語れそうだよね、同じ趣味の人っていうのは。まあだからそんなこんなでその最愛はまだ録画してあって見てません、楽しみ。盛り上がっちゃったよ一人で、嬉しい、ありがとう話聞いてくれて。映画？映画とかも今日もさ稽古でさ好きな映画はって言われた時さ選べなくて、なんかさ好きは好きでもいろんな好きがあるじゃないですか、ストーリーが好きとかなんか色味が好きとか笑えるから好きとか泣ける好きとか、うわこの人のお芝居すごいの好きとかさ、なんか思い出があるから好きとかいろんな好きがあるから、そんなこれって言えないよと思っちゃって、まあ、でもうん、長いお別れと宮本から君へってなんか定番の私の2つをとりあえず言ったけど、選べないよねいろんな好きがあるから。洋画は字幕派？もちろん。例えばその宮本から君へは私はもうずっと言ってるんだけど、一人で映画館で見に行ったんだけど、なんか衝撃がすごくて、映画館出てからの余韻が結構歴代でかなり上位の映画でした。なんか
圧倒されすぎちゃって、映画館だから余計に、うん、蒼井優さんとなんかね、泣きながら叫んでる演技とかが多くて、それがもう圧倒されちゃって、えすごいってなって、もうほとんどその2人なんだけど、主人公宮本と、だからもうすごすぎて、なんかね手汗も出るし、まあいろんな意味で見てくれたら分かるんだけど、だしもうね映画館出てから余韻消えなくて、で今でもねってなれる、何回見てもすごいってなっちゃう意味で好きです。あと長い別れも何度も言ってるんだけど、それは題材がちょっと重いの、なんだろう、認知症のお父さんを見送るお話なんだけど、なんだけど映画自体が優しくて可愛く作られてて、その優しさがほっこりするし、また蒼井優さんなんだけど、蒼井優さんがお父さんと縁側で喋ってる時のお芝居がすごすぎて、そこで何度も泣きました。何回見ても泣ける。なんかね、めっちゃいい映画だと私は思います。すごい優しくて、優しい映画で好きです、っていう好きで、本当にねみんな優しいの、みんな可愛い、ただ本当にちょっと切なくて超泣ける。見てくださいぜひ、長いお別れ絶対見てください。いつか本も読んだ、本もやばい、あとララランドとかも好き、ララランドは、ララランドはラブストーリーだと思いきや夢を追う話だと、私はそっちで、そっちの見方をしちゃって、なんか何度も見てるララランドも、なんか夢を追いかける2人の話で、その2人が行ったり来たりすれ違ったりするんだけど、なんか夢を追うために諦めなきゃいけないことだったり、選ばなきゃいけないものだったり、そういうのがあったり、あとはさ、なんかあの時こうだったらっていうのが結構多い気がして、ララランド、その比べ、なんだよ、なん、見た人わかるかな、あのもしもこっちの道を選んでいたらっていう方の映像も流れるの、現実じゃなくてあの時こうだったらっていう、その場合の今も映像で流れて、それがすごい切ないです。なんかねめっちゃいい映画です、夢を追う、なんかちょっと自分と、私もアイドルっていう仕事してて、これからもああなりたいっていう夢があったりするから、ああって思ったりもするし、切ないので、最後の終わり方がいいんですよ、最後の終わり方がいいの、目と目で終わ、なんか目だけの、なんか説明が難しい、そう顔が切ない、そうなのよ、そのさお店の名前とかもさ、あと車で迎え行くのとかもいいよね、でもやっぱその比較みたいのがすごいすごいなって思う。笑うだったら、笑う隙もいっぱいあるけど、ザ・マジック・アワーとかは何回見てもクスクス笑っちゃう、出が尖し、なんかまずその作品いつもその世界観が可愛いじゃん、世界観から
素敵なんだけど、そう三谷幸喜さんの日本のやつなんだけど、なんていうの、滑稽っていうのかな、滑稽なのをさがいいよね。めちゃなんかおもろいし、世界観がすごい、なんて言うんだろう、レトロな感じで可愛いし、まあ、とにかく滑稽で面白いって感じ。大好き、デカトガシ。最近で超泣いたのは口づけ、口づけっていう映画で、貫地谷しほりさんが、もう私はびっくりしたよ、あの、えそうなっちゃうのっていう。でもまあそれが確かに究極なのかなっていう、愛ゆえに、もう思い出しただけで苦しい、ここがキューって。だからグッバイマイラブっていう曲が出てくるんですけど、もうそれ聞くだけでやばいね。いや、なんて説明したの、めっちゃいい映画です、本当に。そして貫地谷しほりさんがうますぎてってなるんだけど、障害を持った人たちがの施設があって、そこに女の子が入ってくるんだけど、お父さんと2人で入ってくるの、その施設に。でお父さんもその施設で働きながら娘と一緒に暮らす。でその施設で出会った人と娘が結婚するだよ。でもお互い障害を持った同士で、でお父さんがどこまで話していいの、こういう時って、まあ、一緒に暮らしてくみんなで、で娘がこんなに楽しそうな姿見れて幸せだってなるんだけど、まあ、お父さんにある問題があって、どうしようって、僕なしで娘は生きれるのかっていう話なんだけど、その結末に声出た、本当にでもその後とかすごい考えた、もし自分だったらどうしたかなって、自分だったらそうしたかなって、うん、そうするかもなって、それくらいの愛があるんだろうなみたいな。もうね、本当に見るときは次の日お休みの時とかにしてください、もうヒッヒッってなるぐらい泣くので。その後グッバイマイラブ聞くだけで泣くので気をつけてください。でもそれも結構重い題材ではあるんだけど、可愛く優しく描かれてて、そういうのが好きですね。あと元々舞台の作品だったから、ほとんどワンシチュエーションで、なんとなく出はけがあったりとか、この人が来たらこの音とか、この人がこっちに行ったらまた次の人出てくるみたいな舞台っぽい演出が多くて、なんか舞台のまま作りたいっていう希望があったらしいんだよね、誰かが言ってた。そういう面白さもあったり、本当にやばい。で私が11月にやる舞台が戦争の時代のお話なんですけど、キスミユー頑張った新婦たちへっていうお話なんだけど、その新婦たちへっていうのは、多分新婦ってカタカナで書かれてるんですけど、漢字にしたら神風で、特攻隊の皆さんへっていう意味だと思うんですけど、私はそれ、これあらすじにあることだから言っていいんだけど、ヒロインやらせていただくんですけど、ある町でいるみんなで、その戦争の時代に生きる人たちのお話で、
で男性たちは、戦争が悪化していって特攻隊で飛び立たなきゃいけない。でそんな男性たちを見送る女性たちのお話でもあるんですけど、だから私は見送る側で、みんなをまだ台本を読んだだけだからあれなんだけど、だから見送るとか、もう会えなくなるとか、でも笑顔で見送らなきゃいけないとか、そういういろんな気持ちがあるんですけど、それがすごいグッバイマイラブにつながっちゃって、その曲とで、なんか舞台のたびにその役の気持ちに合う曲とか探すのがすごい好きなの。でもそれってちょっと難しかったりするんだけど、まだ稽古も始まってないのに台本読んだだけで、あ、この曲ぴったりだって思って、さっちゃんっていう役なんですけど、さっちゃんはこの曲だなって思いました。っていうね、まだ全然稽古もしてないんだけど、でもね、それもすごい、いつかはそういう作品はやってみたいと思ってたけど、いざやるとなって、しかもヒロインだったりして、不安はいっぱいだけど、なんかほんと全力で全身全霊っていうので演じれたらなと、気合はめちゃくちゃ入ってます。11月、おーやばい、11時になる。めっちゃ喋ってるじゃん私、やばいね。ありがとう、本当にお話聞いてくれて。こんなに喋ったの久しぶりな気がするんだけど。そう、時代背景が難しいので、なんか本屋さんとかでそういう本探したりとか、それこそ夏はそういう特番が本当に毎日のようにやってたじゃないですか。だから全部録画したりして見たりとか、なるべく勉強はしようと思ってるんだけど、勉強すればするほどやっぱりその時代知って、ちゃんと辛い気持ちに、なんだろう、なんて言うんだろうね、難しいけど、なんかまだ何も始まってないけど、なんか忘れられない作品にはなりそうだなって勝手に思ってる。そう、永遠のゼロが私もともと大ファンで、永遠のゼロの映画、もうそれこそ永遠のゼロ AKB 入る前に出会って、最後のシーンとかやばくない？あれ最後顔だけで言うね、言っていいんだよね、顔だけで終わってからの A のゼロってなるんだけど、もうそれに感動しちゃって、でしかも A のゼロって主題歌込みの映画ナンバーワンだと思うの。なんか、あ、この主題歌あってのこの映画だよなって思うのってあるし、ぴったりだなって思うなればなるほど良くなるじゃないですか、相乗効果で。でもあの映画のとあの主題歌って本当に、なんだろう、なんか欠かせないじゃないですか、あの映画にあの曲って。だけど多分テレビで放送した時にそのエンディングの曲流れなかったんだよね。で映画を見た気がしないじゃない、見終えた気がしないぐらいあの曲が大事なんだなって思って、わかる？多分テレビでやった時あの曲流れなかったんだよ。だから完全燃焼できなかったというか。でもとにかく終わり方がもうすごすぎて、で AKB 入りたての時に私がメイクさんに A のゼロの感想を話してて、あれやばかったですよねみたいな、そしたら小田が入ってきて、小田もめっちゃ好きだったらしくて、そこで意気投合したっていうのがすごい覚えてる。で見た頃、見てちょっとしたぐらいに
ちょうど高校の修学旅行で沖縄行って、実際にその当時の人からお話聞いたりとかしてとかで、小説こんな分厚いんですけど、それも読んで、小説はねやっぱ映画より細かいの、映画になかったストーリーが入ってたりして、宮部久蔵ね、でもう映画見てるからより情景が浮かぶし、もうやばすぎて、その小説は涙で滲んでます、たくさん。めっちゃいい映画なんだよ本当に。ただ見るのにはちょっと 体力というかいるよね、いい意味で。だからそういうのもあっていつかはやってみたいとか携わってみたいって思ってたから、決まった時は頑張ろうって思いましたね。すごいね、ドラマと映画の話で盛り上がっちゃった、一人で喋りすぎたね。ありがとう聞いてくれて。まあでもその前に今はザ・ショータイムがもう目前なので頑張ります。曲もいっぱいあるので、あるのあるんだよ今日本語変だったけど、曲もいっぱいあって、ミュージカルなのでダンスとか、まあ、いろんな曲があって、でもう島谷さんがいるんですけど、甘い色のの私もめっちゃ聴いてたので、その島谷さんと共演ってだけですごいんだけど、ミュージカルなので島谷さんの歌声も聞けちゃったりしちゃって、稽古場だからさやっぱ聞けるじゃん、稽古で鼻歌とか休憩中に歌ってるだけでもはーってゾワゾワってするの、すごいんだよマジで。もう稽古場にいるだけだけどお金払いたいってぐらい本当にすごいです、マジで聞き入っちゃうよ、楽しみ。自分も出るのに、自分も出るんだけど島谷さんの歌を楽しみにしています。もうお話もめちゃくちゃいいお話です。今ドラマやってるんだけど、ドラマは割と日常を描いてるけど、舞台は、まあ、一つのことに向かってみんなで向かっていく、その間にいろいろあってっていうちゃんと舞台っぽいお話なんだけど、楽しみにしててください。配信もあるので毎公演外れちゃったよとか当たったけどいっぱい見たいって方はぜひ配信見てください。めっちゃ喋った、嬉しい、ありがとう、楽しかった。アイス食べようかな。じゃあランキング読もうかな。夢ではうまくランキングが読めなかったけど、読めるかな現実世界では。お、ランキング見えました、よかった。じゃあね、20位から読みます。20位、キャシーかな、読み方キャシーアットグンマニア、ありがとう。なんて読むのかな。19位、ホアン、ありがとう。18位、ジェリー、ありがとう。17位、フット、グンマニア、ありがとう。16位、パピー、ありがとう。
15位、ひろのりぐんマニア、ザ・ショータイム楽しみず、ありがとう、待ってるね、頑張ります。14位、タッチゴールぐんマニア、ありがとう。いちご、あ、14位だった。13位、同胞は多い、ありがとう。こっち、こっちかな、ありがとう。12位、三角おむすびぐんマニア、ありがとう、ありがとうございます。そして11位、三国屋善次郎ぐんマニア、ありがとう。そして10位、チャーぐんマニア、ありがとう、チャー。そして9位、じゃんぐんマニア、じゃん。9位ありがとうございます。8位、とち太郎、ありがとう、とち太郎。8位、7位、やっち映画評論家ぐんマニア、え、映画評論家マジ、ありがとう。7位だ、7位、7位、ありがとう。映画、なんか映画語れる回とかドラマ話せる回とかしたいよね。6位、ケンケンぐんマニア、カタカナケンケン、ありがとう、ありがとうございます。6位。そして5位、大地、ありがとう、ありがとう。あ、6逆だった、ありがとう大地。そして4位、ケンケン、ひらがなケンケン、あとノン推しマリアマーリアリアリア。もうさ、その文字だけでさ、こう歌が浮かぶってすごくない？ほんと中毒性のある曲なので気をつけてください、皆さん。ありがとうノン推し、イエーイ。4位。そして3位、幼いクリーニングぐんマニア、可愛い歌声楽しみ、ありがとう。そうね、可愛い歌声響かせますわ、うん、そういう気持ちで。でもね、本当に私の、死神ことミオなんですけど、楽しみにしててください。うん、頑張る。2位、ソウスケぐんマニア、グー、ありがとう、ありがとうございます。そして1位は両幕張のぐんマニア、ショータイム見に行きます、待ってます。もうね、1週間後には始まってるからね、ありがとう両さん。1週間後にはショータイムです、頑張るよ。6人しかキャストがいないので、ほんとそれぞれのキャラクターがあって全員愛おしいんですけど、その中でも私演じるミオは結構好きです。自分で言うけど結構好きです。でもっと愛くるしくなれるように頑張りたいと思います。ありがとうね、すごい、結構いっぱい喋っちゃったし、いっぱいやっちゃった、ちょっとのつもりが。お風呂上がりっていう状態で、今度はメイクバッチリした可愛い時にやらせてください。ありがとうね、頑張れそう明日から、みんなのおかげ、ありがとうね。おやすみ、ゆっくり寝てください。あ、ありがとうライト、ありがとう、切っちゃうよ、バイバイ、おやすみなさい、バイバーイ、切るよ、バイバイ。